テキスト読みしてると眠くなるってこれあるあるですよね。で、これって脳みそが受け身状態だからです。脳みそが今自分の出番じゃないなってことで休んじゃってるんですよ。まあ、そこでテキスト読みするときもですね、脳みそを働かせることが大事で、で、その方法がセルフレクチャーです。自分に対して講義をするっていうことですね。校長先生の話を聞いても眠いですが、校長先生自身は寝ないじゃないですか。まあ、発信者は寝ないっていうことなんですよ。で、まあ、具体的にはテキストの項目を見て、で、その概要や論点を思い出すっていうやり方で、例えば再就職手当でしたら、再就職は早い時に出る手当で、支給残日数が3分の1以上の要件で、支給率は最大 70% だったなっていう具合に思い出して、で、答え合わせしながら本文読んでいくっていうことですね。で、この方法ですと、テキスト読んでる時の、なんか頭に入ってこないなっていう感じもなくなりますので、おすすめです。それでは、成し遂げましょう。